両拳を振り下ろす仕草が、平の充実ぶりを示した。冒頭は4回転サルコーを回避し3回転を着氷。2本成功させたトリプルアクセル、3回転半、など、ジャンプはすべて加点がついた。3つのスピン、ステップはいずれも最高のレベル4。フリー自己最高の得点にも、160点を目指していた。4回転、サルコーなしでも、160点に乗せられる選手になりたい、と貪欲に完成度を求めた。ジュニア時代から練習してきた4回転。競技会では昨年12月のグランプリファイナルで一度踏み込み、転倒した。誰よりも意欲的に取り組むが、今季は心境が変化。ロシアの16歳コストルナヤは、4回転を飛ばずにグランプリファイナルや欧州選手権を制した。昨季は4回転がないと、私もやっていけないかなと思っていた。でも、フリーで、アクセル2本という同じ構成で、4回転を何本も飛んでいる選手より、点数が高い。他のジャンプの自信が 100% ぐらいあれば動揺せずに挑戦できる。そして、集中して全てのジャンプをきれいに着氷することができてよかった。出来としても90点くらいの内容。世界選手権に向けてもっと改善していきたい、と話しています。ここでも4回転を入れなかったので、今季はこれでいきますね。まずは現状持てるものの精度と質を限界まで上げてというところですね。今回見事表彰台のワンツーを、男女ともに決めましたが、今回の動画残りは見事ショート、フリー、ともに2位につけ特にショートでは木平選手の得点にも、肉薄できた、横井優菜選手にフォーカスしたいと思います。演技を終えた横井が右拳を突き上げた。基礎点が1、1倍となる演技後半に、連続ジャンプを3本組み込んだフリー。冒頭のダブルアクセル、2回転半、から、最後の3連続ジャンプまで、すべてを着氷させ、曲にアクセントをつけた。キス、クライ、では得点発表を聞き、口に手を当てながら笑顔を見せた。昨日の73点に驚きすぎて、今日もいい点数をいただいたのに、そっか、ぐらいの、リアクションだったので、もうちょっと喜べばよかったな、って後悔しています。前日22日のショートでは73、29点と高得点をマーク。自らの歩みを、脱皮したけれど、たまに冬眠したりする選手なので、と評し、ショート後には、終わった後に、結構大きな声で、やっとできたー、って言いました、と、喜びを示していた。来季に向けては、今は自分のできる中の、ほぼマックスの構成。もう一つ、レベルを、上げるとなると、トリプルアクセルになる、視野に入れつつ、次のシーズンも大事にしていきたい、と、3回転半の投入に意欲、シニア1年目の最終盤で得た貴重な経験を、今後につなげていく。現役シニア男子だと友野選手もそうなんですが、いわゆるエリートコースとも言える延山合宿には呼ばれていなくて、ジュニアにギリギリまでいたことで同世代でのトップスケーターの後ろに、隠れてしまう感じが出てしまいながらも腐ったり、卑屈になったりすることもなくコツコツと一つずつ、課題をクリアしてきたこういう選手が満足いく結果と合わせて、今後花開く上でのきっかけにもなりうる演技ができたというのが、今回のチャレンジカップで、一番の個人的トピックでした。ぜひともトリプルアクセルの習得に、成功し世界とがっつり戦える日を楽しみにしたいです。それにつけても前から決まっていることなので仕方ないのですが、このチャレンジカップ、ISU 公認でミニマムも取れる大会なのに、なぜ点数だけは非公認なんですか。来季のグランプリシリーズの枠が、